日本関東地方茨城県森谷市立沢竜沢は茨城県森谷市の地名。旧北相馬郡立沢村。郵便番号は302-0118。東洋漢字が定められる前は達沢と表記された。森谷市北部に位置する。地域の中心を常磐自動車道が通っており、かつて北東部だったところは上層ニュータウン北森谷となり、 流濁から分離したが、今なお広い面積を保っている。地域内を国道294号、上層ふれあい道路、県道のダウシック線が通っている。東は松並西は薬師台、緑、南は百合ヶ丘、大菓市は、北は御所家休、筑波未来市等々と接している。当地域は、古くは森屋里に属し、 全域が下佐国相馬郡立沢村となっていた。1845年3月の下佐国旧事故によると、龍卓の由来ともなる龍沢寺は1289年に混流されていることがわかり、古くより村が形成されていたと考えられる。また、龍卓の小技である御初代は、小学坊、足利義氏の御殿が置かれたからであると言われている。 旧高級領取調べ庁によると、幕末には、田安領と観音堂領となっており、幕末より、下佐や陳部府、下佐地事件の管轄となり、1869年には、葛飾県、1871年には、印馬県の管轄となり、1873年の大工商区制では、第14大工6商区となったが、これは本来は家庭であり、 実地不便の向きもあるということを理由に、第五大区七小区へと再編されている。また、同年千葉県となる。1875年には、千葉県から茨城県に移管され、第九大区二小区となる。1878年の軍区町村制で、大区小区の区分けは廃止され、同時に、相馬軍が、根川を境に、南相馬軍と北相馬軍に分離し、 北相馬郡立沢村となる。1889年3月1日には、同じ北相馬郡の板戸井村、大木村、大仙神殿と合併し、竜卓は大井沢村の大技となり、1955年3月1日には、同じく北相馬郡森屋町、大野村、高野村と合併し、森屋町の大技となる。1976年5月より、 地域の北端を日本住宅公団が上層ニュータウン北森屋として開発し、1985年5月には五所家休1丁目から5丁目、久保家休1から4丁目、正木台一の3丁目、薬師台一丁目から7丁目として分離した。2002年2月2日の森屋市の市政施行により、森屋市の大技として現在に至る。当地域にある寺。 竜沢寺の事号より、2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森屋駅と新森屋駅を結ぶ路線バスと、森屋市、コミュニティバス、モコバスが地域内を走っている。路線バス地域内には、竜宅竜宅ホンダ、宅コ高知、 前川製作所前の4つの停留所がある。木バス地域内には、前川製作所前、経由病院前の停留所がある。B ルート右回りの前川製作所前停留所は、百合ヶ丘1丁目に所在する。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。